イランイランの木、イランイランの木、学名、コナンガオドラタは、バンレイシカイランイランの木族の樹木。古くから熱帯域で栽培され、様々に利用されてきた。イランイランの木は、平均12メートル、人の背丈から10メートル以上まで、の樹高に達する。直射日光あるいは部分光によって生育し、原産地である、熱帯タウリンの酸性度を好む。葉は、 長く滑らかで光沢がある。花は黄緑色あるいは淡紅色で人手のように巻き上がり縮れた形状。香り高い精油やアブソリュートを得ることができる。イラン・イランという語はタガログ語に由来し、花の中の花という意味である。学名の俗名はインドネシアのアンボン島での現地名に由来する。インドネシアには新婚夫婦のベッドの上に、 イランイランの花を散らす風習がある。高木あるいは低木で、樹皮は開白色。枝は黒ずみ、若い枝は難毛があるが後に無毛となる。葉兵は長さ1から2センチメートルで狭い溝がある。葉心は卵形から楕円形、内視高楕円形で、長さ9から 23cm、幅は4から 14cm、基部は円形からドン形、あるいは切れ形。 つまり、葉脈に向かって、次第に狭まるのではなく、急に葉平につながるような形をとる。先端は鋭く尖る形か、鋭く突き出して尖る形をとる。葉質は、膜質から薄い紙質、で、側脈は互いに平行に走り、朱脈と、側脈の上に白い柔らかい毛がある以外は、毛がなく、これらの毛も次第になくなる。花は葉脇から出るか、 新枝の先端につき、それぞれ短い過剰柄が出て、その先に花が一個から、多数つく。ストがあるが濃く小さく、またすぐに落ちる。花柄は1から5センチメートルの長さがあり、難毛が生えていて、その先端の花をぶら下げる。学編は3個あり、卵形で、先端は鋭く尖り、長さ約7ミリメートル、難毛で覆われていて基部は互いに合着する。 最初はつぼみを囲んでおり、開花時にはそり変える。花弁は6個で、強皮芯型で、長さ5から8センチメートルで、幅0.5から1.8センチメートル、先端は細長く尖り、また、不規則に曲がりくねる。色は、黄緑色から次第に黄色に変わる。おしべは、たすううあり、花の中心のめしべを囲んでおり、黄色。めしべは、黄緑色で、 長さ4ト、mm、ルのものが10から12個ある。果実は楕円型で、長さ1.5から2 3トル、明らかな柄があり、球状にまとまって、集合果の形をとり、黒く熟する。種子は、個々の果実に2から12個が入っており、淡かし色をしている。禁煙の五ニオたらムス属五ニオさらます等にも、共通するのだが、本種の花の大きさは確定できない。 つぼみが開いて花弁が展開した後にも、花弁の成長が続き、長さ8センチメートルほどにまで達するのだが、その成長が止まった時点ではまだ、良い香りがあまり出ておらず、黄緑色だった花びらが黄色くないてきてからようやく香りが強くなってくる。この時点で花びらは枯れ始めているわけだが、花の機能という面から考えれば、むしろここからが開花の時期と考えられる。 東南アジア各地からオーストラリアにまで自生状態で生育しているが、真の自生地は不明である。精油は花を水蒸気蒸留法で抽出している。抽出時間によって、エクストラグレード、特級、ファーストグレード、1級、セカンドグレード、2級、サードグレード、3級の4等級に区分される。グレードが高いほど良質で少量しか抽出することができない。 有機溶剤抽出法でアブソリュートが得られる。イランイランの主要な後期成分は、どのグレードの成分割合も非常に不安定である。また、カナンガ製油、ガージャンバルサム製油、コパイパ製油、ペルーバルサム、合成成分などを添加したり、少量のエクストラグレードの製油と低グレード製油を混ぜるなどの偽話が行われている。そのため、市販される。 精油の実際の毒性や生物活性、効能は不明である。香りは抽出法、グレードなどによって異なる。上流法で得られる精油は甘いフローラル調のジャスミンアブソリュートとアーモンド油をブレンドしたものを思わせる香りで最高級品エクストラのフェードアウトは柔らかく甘い、かすかにスパイシーでバルサム調の方向を放つ。グッドエクストラは 独特のクリーミーな包調、グレード、ナンバー3は甘い花の香りと、バルサム様のウッディーな香りがする。イラン・イラン・アブソリュートは、他のどの精油よりも強いフローラルな香りで、貧乏人のジャスミンとしても知られる。エクストラグレードのイラン・イラン精油と共に、香水で多用され、特に重厚なオリエンタル状あるいは、フローラル調のものに用いることが多い、どのような精油や後期成分とも相性が良く。 様々にブレンドされる。また、香料として多くの食品、飲料に添加されている。もっぱら香料として利用されてきたが、近年ではアロマテラピーでも広く使われ、中枢神経をリラックスさせる効果があると言われ、また興奮、糖水の作用、抗欲打つ作用、サイン作用もあると唱えられている。科学的には、リラックス作用ではなく刺激作用が確認され、香りの吸引で、 つ状態が軽減される可能性がある。低濃度の場合、リラックス作用が認められる。強い香りは悪心や頭痛を引き起こす場合がある。精油には高い皮膚感察性が認められる。主な原産国には楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。